休憩前に引き続き会議を行います。休憩前の議事を継続し質疑を続行いたします。菊池和秀議員に発言を許します。以上、菊池議員。右京区選出の菊池和秀です。私は民主市民フォーラム京都市会議員団を代表し、令和6年度予算などについて質問いたします。市長をはじめ理事さんにおかれましては、真摯な答弁をいただきますようよろしくお願い申し上げます。本年1月1日に能登半島地震が起き、私も大変心を痛めております。亡くなられた方々のご冥福を祈りつつ、一刻も早い復興を願うばかりです。そして京都市も年始から消防職員をはじめ各局の職員を被災地に派遣し支援されていることに敬意を表するとともに感謝申し上げます。最初に令和6年度の市政運営についてお伺いをいたします。令和6年度予算は令和5年度予算に続き収支均衡予算とし、一般会計は9541億円を計上しました。一般実質財源である市税の3178億円は過去最高であり、対前年度比50億円の増収を見込み、地方交付税などは755億円を見込んだ結果、一般財源収入は4608億円であります。令和元年度から177億円増加し、来年度に向けてコロナ禍から日常を取り戻す方向での予算編成を実施されました。令和3年8月に発行された行財政改革計画は、令和5年度が集中改革期間の最終年度ですが、来年度以降は公債償還基金の必要以上の取り崩し分やの返済、制度変更を実施した敬老乗車層制度や、保育環境の充実のためのプール制、学童利用料の変更後の影響、公営企業である交通局の運賃や上下水道局の水道料金の値上げの可能性や、一般財源投入との関係など、課題は山積みであります。本市は歴史的文化を背景に、世界の京都、日本のふるさと京都を評される都市であり、観光と暮らしとの調和が課題である中、文化芸術では文化庁の本市への移転、京都市立芸術大学の京都駅東部への施設移転がクローズアップされています。産業は観光業、農林業、商工業の3つの柱で本市も進めていますが、業態の在り方や産業用地の創出に課題があります。教育は少人数学級への早慶の取り組みや、中学生の学力テストの成果、私学の学校や大学数の多いことは、本市が誇れる財産であります。福祉は仕組みや財政上の見直しがあったとはいえ、敬老乗車層制度やプール制による子育て環境の充実は、少子高齢化を早くから見据えた施策の選択であったと存じております。本市内は四季折々の豊かな自然に囲まれ、歴史や文化を有する京都ならではの都市特性がありますが、大都市に不利な地方交付税制度の中で、単費の投入や工夫を凝らした仕組みづくりは課題であります。また、ここ数年、市内中心部と周辺部を比較すると、古くからの市民意識の違いや、近年の不動産価格の高騰がある中で、観光地対策、住宅政策などの課題があり、市民の皆様が暮らしやすさを感じ取れるまちづくりに努めていただきたいと思います。本市にはさまざまな課題があり、私の課題意識も含め、松井市長は今後、どのような市政運営を進めていかれるのかをお尋ねします。政令指定都市の中で、社会福祉関連予算については、
令和4年度実績で見ると、市民1人当たりの社会福祉士の政令市平均は約22万ですが、本市は平均を上回っており、約23万7600円です。高い方から6番目となっています。一般的に高齢者や子どもたちは社会的弱者とされていますが、2030年には65歳以上の高齢者が約3人に1人になるなど、高齢者が多く、子どもたちが少ない状況です。それらの世代に対する本市の取り組み姿勢が問われています。その上で、本市では誰一人取り残さない姿勢を目指してこられました。病気になる、障害を持つ、年を重ね、認知症になるなど、今日的課題では、母子、父子家庭になる、引きこもり、ヤングケアラー、発達障害、LGBT など、誰もがそのような状況になる可能性が等しくある中で、社会的弱者になる方がどこに存在するのかを注視しながら、本市の運営を実行していただきたいと考えています。併せて市民全体で社会的弱者などを見守っていただく市民感情の醸成が必要です。いかがお考えですか。子育てや教育環境の充実では、義務教育課における小中学校教育において、少人数教育や不登校児童生徒への支援など、他都市に先んじて努力されてきました。一方、若年子育て世帯では、政治や行政に対する満足度が低い状況にあり、近隣の明石市などで行われているおむつの支給など、生活に関わる費用への直接的助成に対して、称賛の声が上がっている状況です。子どもを育てるためには、お金がかかるという実態は、どの世代からも認識されている状況ですが、松井市長におかれては、子育て・教育環境の充実を中心に、市民第一主義で人々から選ばれる町、京都を目指し、子育て世帯への助成では、保育料の軽減、子ども医療費の無償化を公約にされ、また文化指導を支える強い経済の復活、京都・日本のシリコンバレーにしたいとおっしゃられています。行政に対し、保育・福祉・教育における直接的な助成を求める市民の形成は、先行きが読めない経済情勢など、未来に対する不安が根底にあると考えられます。そのような状況で、日本中、世界中からの多彩な才能を持つ方々の移住交流支援によるイノベーション、新産業の創出、都市計画の見直しと連動した企業立地支援、地域企業、中小企業の相談支援体制を充実し、経営基盤を強化など、現役世代を中心に所得を安定させ、向上させることは喫緊の課題であり、未来への投資であります。あわせて、令和2年からのコロナの影響を受け、大企業では社員に副業を認めたり、中小企業では労働不足が今後ますます広がることが懸念されることを踏まえると、本市が改めて本市内の経済状況や企業の収益、雇用の状況など把握し、未来へ向けて特に大学生の卒業後の進路や若年世帯への子育て世帯をアシストしていく必要があると考えますが、いかがですか。次に防災の取り組みについて2点お伺いします。2月に入り、京都でも強い揺れが発生しており、心配されている市民もいらっしゃるのではないかと思います。近い将来、南海トラフ地震が起きると言われている一方で、京都は花織断層帯などの影響も受けるとも予測されていることから、松井市長がかねてから言われている自助、共助、公助のうち、共助と公助の役割分担が重要です。その中でも災害発生の備えとして特に大事なのは、第一に避難所運営のあり方を見直すこと、第二に LP ガス災害バルクを各体育館に設置することがとても重要であると考えます。一つ目の避難所運営に関しては、京都市では戦前から隣組や町衆などの市民の連携で防火や防災に努めてきた歴史があり、素晴らしい地域力で京都の町を守ってきました。しかし、近年では地域力の低下で共助の力が弱まってきており、特に消防や警察は災害が起きた際は災害対応に忙殺され、避難所運営などの地域対応ができなくなると言われています。そこで、共助と公助の役割分担の見直しが必要だと感じています。特に避難所運営に関しては、公助名をもっと伸ばし、自主防災会と
区役所の連携を密にすることが、これからの地域防災として重要になるのではないかと考えております。そこで提案です。地域との連携をもっと深めるためにも、消防分団と同様に各学区に担当職員制を設けるべきではないでしょうか。担当制は地域と行政が顔の見える関係になり、震災時の避難所運営を円滑にするために必要です。現在、各学区の防災訓練や自主防災会の総会に出席されている区の総務や防災課長や係長は、震災時に区内の情報収集などで陣頭指揮を取る立場におられるので、避難所運営に関しては関わることができず、避難所運営に当たられているのは一般の職員です。地域住民と一般職員が普段から顔の見える関係を築いていないと、お互いに相談しにくく、揉める原因にもなります。そのため、担当制を設けて、公助として対応できるようにすべきです。お考えをお聞かせください。二つ目は、LP ガス災害バルクの各体育館への設置です。ついてです。体育館については、猛暑の中で学校の体育や地域のスポーツ活動が行われており、空調を設置してほしいとの要望が出ています。また、体育館は災害時に避難所としての機能を有しているため、体育館の空調設置は、災害対策と教育環境の改善の2つの側面で有効な対策です。現時点での統計によると、全国公立 小中学校の避難所指定率は 94.6% ですが、体育館の空調設置率は 11.9% です。京都市においても、体育館の数も多いこともあり、空調設置率は 2% にとどまっているため、体育館の空調設置については、災害のことも考えて進める必要があります。ただ、大規模な災害が発生すると、生活インフラである都市ガスや電力供給が途絶える可能性があり、エネルギー供給の空白期間が発生してしまいます。エネルギー供給が途絶えると、さまざまな問題が起こることが想定されます。そこで、LP ガス災害バルクを各体育館に設置し、災害時に活用してはいかがでしょうか。LP ガス災害バルクとは、LP ガスを備蓄するバルク貯蔵と供給設備、ガスメーター、調整器、ガス栓等が一体となった設備です。LP ガスは都市ガスなどの集団供給エネルギーと違い、個別分散供給のエネルギーなので、普及が早い、備蓄ができるというメリットがあるほか、石油と比べ劣化しないなどの災害に強いエネルギーです。また、LP ガスでガス発電機を使用すれば、電力供給も可能となります。つまり、大規模災害によるエネルギー供給が途絶えるようなことが起きても、LP ガス災害バルクと周辺設備を組み合わせることで、災害時の十分な備えとなります。例えば、災害バルクとガス機器を組み合わせることで、調理、給油、空調をカバーし、災害時における生活環境を支えることができるため、東京都足立区や大阪箕面市でも導入されています。費用負担の問題はありますが、国の補助金を活用できるとのことですので、LP ガス災害バルクの設置をぜひ進めるべきだと考えます。考えをお聞かせください。最後に、要望を申し上げます。最近話題となっております、外国人の土地取得の問題についてです。京都市も国に対して早急な調査を依頼すべきではないでしょうか。外国人の土地取得の問題は、今後、全国的な課題となっていくことは明らかであり、資産運用などでたやすく京都市の土地を買われると、購入されると、土地の値段が高騰し、マンションの価格も上がるため、若い方が今以上にもっと住めなくなる可能性があります。角川市政で力を入れてこられたまちづくりや空き家再生なども、外国人の資産運用に利用されると、せっかく税金を投入し、市民のためにしていることが水の泡になるのではないでしょうか。地域では、佐賀などにお住まいの方から違法建築など、佐賀のお住まいの方々から違法建築をなんとかしてほしいや、周りで外国の方が土地を購入しているの怖いなどの意見も出てきています。京都市としても慎重に対処しておられますが、住民の不安を取り除くのも行政の仕事ではないでしょうか。もちろん、京都市単独でできる範囲は超えていると思いますので、市長の方からも国に対して調査の依頼をお願いできないでしょうか。何卒よろしくお願い申し上げます。以上、私の代表質疑とし代表質疑といたします。ご清聴誠にありがとうございました。
松井市長。菊池和秀議員のご質問にお答え申し上げます。今後の市政運営についてでございます。菊池議員ご指摘のとおり、京都市は多くの誇れる政策面も含めた財産を有する一方、住宅価格の高騰や産業用地の不足等による若者・子育て世代の市外流出、観光客の集中混雑、脆弱な財政構造など多くの重要な課題を抱えております。京都はあらゆる分野でオンリーワンの魅力を持つポテンシャルの高い街であり、今の魅力ある京都を壊さず大切なものを守るために何を変えなければならないのか、改めて私自身が姿勢を点検いたします。そして市民の皆様との対話を重ねながら課題解決を図る市民参加型の行政で、市民生活と調和した観光振興など市民の皆様の暮らしやすさを守りつつ、子育て環境の充実、学生若者の起業支援や企業立地促進などにより多様な人材を京都に呼び込み、新たな価値の創出、京都の街のさらなる活性化を図ってまいります。私の公約については、可能なものから実行に移すとともに、新たな持続可能な行財政を推進するための計画の策定に合わせて、中期・長期も見据えた公約の実施時期をお示しし、ご指摘のように、国、府との強固な連携のもと、着実に前に進め、突き抜ける世界都市京都を実現してまいります。現役世代の支援に向けた取り組みについてでございます。大好きな町京都を人々から選ばれる町とし、次の世代につないでいくためには、子育て教育環境の充実や学生の市内就職の促進など、特に若者、子育て世代をしっかりとサポートすることで、その世代を京都に呼び込み、定着していただくことが極めて重要であります。そのためには、暮らしに直結する雇用の安定や所得の向上、子育て中など多様な働き方への対応等が必要不可欠であることは、菊池議員ご指摘のとおりでございます。今の京都に何が必要なのか、何をしないといけないのか、今一度私自身が京都の経済、産業の抱える課題をしっかりと見つめ直し、議員が日々の市で職員が日々の業務等を通じて把握している事業者や幅広い年齢の多様な方々の実態と付き合わせた上で、経済界、大学、国や京都府などとの力強い連携体制により、あらゆる分野でオンリーワンの魅力を持つ京都のポテンシャルを最大限生かして、地域企業の持続的な発展、学生若者の企業支援、世界を視野に入れた積極的な企業立地、多彩な人材の移住、長期滞在の促進をはじめとした力強い産業政策を推進し、京都の街のさらなる活性化に全力で取り組んでまいる所存でございます。以下は副市長及び関係理事がご答弁申し上げます。吉田副市長。課題を抱える市民に対する支援についてでございます。本市では、さまざまな困難を抱える市民の皆様に寄り添い、安心して生活していただけるよう、福祉、医療の関係団体や地域と連携し、保健福祉策の充実を図ってきております。一方、一人暮らしの方の増加や、人と人とのつながりが希薄化する中、孤独・孤立を抱える方や、支援が行き届きにくい方の増加が懸念されます。このため、政令市トップの充足率を誇る民生児童委員や、本市独自制度である老人福祉院などによる地域の見守り活動を促進するとともに、125の団体と締結している孤独・孤立に関する連携協定により、福祉に関わるさまざまな団体との結びつきを強化する中で、困難を抱える世帯を包括的に受け止める重層的支援体制を構築し、気づき、つなぎ、支える地域づくりを進めてまいります。長い人生の中では、生きづらさを抱え、支援を必要とする場面もあります。そのようなことは誰にでも起こり得ることを、市民の皆様にご理解いただくために、京都が面々と培ってきた誇るべき地域力を生かし、
市民と行政との連携による新しい公共の考え方に基づいたまちづくりを進め、誰も置き去りにしない共生社会の実現に取り組んでまいります。以上でございます。広瀬危機管理官。避難所運営についてでございます。本市では住民自治による開設運営、自立支援やコミュニティ支援の場、要配慮者に優しく、男女共同参画に配慮の3つを基本方針とする避難所づくりに取り組んでいるところです。このため、地域住民による避難所運営協議会が主体となって運営し、区災害対策本部からの派遣職員が住民との信頼関係のもと支援を行い、避難生活のさまざまな課題に対応することとしております。能登半島地震での避難所運営支援におきましても、派遣した本市職員は、健康管理も含めたさまざまな業務を通じ、避難所を運営する地域住民の方々と信頼関係を構築しております。菊池和秀議員ご指摘の担当職員制も含め、各区役所、支所において、それぞれの地域実情に応じた職員派遣体制を構築しており、職員の被災の可能性や、より被害や避難者の多い地域に職員を多く配置する必要性なども想定し、柔軟に対応する必要があります。引き続き、職員と地域住民の皆様との信頼関係を基本に、地域の実情に応じた派遣体制の構築とともに、災害発生時の状況に応じて的確に対応できるよう取り組んでまいります。稲田教育長。LP ガス災害バルクの学校体験の整備でございます。大規模災害時の避難施設として重要な役割を担う学校体験について、本市では屋根や外壁等の断熱化や太陽光発電の整備を積極的に行うとともに、避難所開設時には体育館以外にも空調設備のあるふれあいサロンや特別教室等を避難所として活用できるようにするなど、避難所機能の向上に努めてまいりました。しかしながら、菊池議員ご指摘のとおり、災害時の避難所機能の向上のための体育館への空調整備や、都市ガスや電力の供給が途絶えた場合を想定した代替の電源や熱源の確保についても重要な課題であると認識しております。小中学校の空調設備更新に向けては、PFI 導入可能性調査を実施するための経費を令和6年度予算案に計上しておりますが、その中で体育館の空調について、熱源方式の違いによる工事費や維持管理費、設置場所や設置規模も検討してまいります。また、併せて議員ご提案の LP ガス災害バルクを含めたエネルギー供給の仕組み等についても、多角的、総合的な研究を進めてまいります。これをもって質疑を終結いたします。道端博之議員。ただいま道端博之議員から動議が提出され、動議は成立いたしております。お諮りいたします。ただいまの道端議員の動議のとおり、決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって道端議員の動議のとおり、決します。日程第3、ないし日程第35、議第17号、京都市職員の懲戒免除および職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例および
京都市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ほか32件、以上33件を一括議題といたします。3月1日の議事を継続いたします。本案はただいまお手元に配布してあります。議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。日程第36、議題156号ないし、議題160号、令和5年度、京都市一般会計補正予算、ほか4件、以上5件を一括議題といたします。予算特別委員長の報告を求めます。予算特別委員長、道畑博之議員。本委員会に付託されました議第156号令和5年度京都市一般会計補正予算ほか4件につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。本委員会といたしましては、3月1日の本会議で付託を受け、4日に第一分科会では環境政策局、行財政局、保健福祉局及び消防局に対して、第二分科会では文化市民局、子ども・若者育み局、都市計画局、建設局及び教育委員会に対して、第三分科会では産業観光局に対して、それぞれ質疑を行い、5日に各分科会の報告を受けた次第であります。今回の補正予算は、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の財源等を活用し、所得税、住民税の定額減税等の対応に加え、福祉、子育て、教育環境の充実、農業者の支援、市場整備を推進するとともに、高年度の事業推進のため、基金の追加、積み立て等を行うほか、社会福祉関連経費の過不足調整の対応を行うなど、国、府、支出金等を財源として、総額187億6900万円を補正しようとするものであります。以下、審査の過程において、論議されました主な事項について順次申し上げます。まず、国の経済対策等を踏まえた市民生活のさらなる向上についてであります。はじめに、定額減税の恩恵を十分に受けられない方、新たに住民税、非課税世帯等になる世帯を対象とする京都市暮らし応援給付金に関しては、給付対象者自身が認識できるよう対象範囲を明確化するほか、通知等を工夫して周知する必要性、これまでの他の給付金事業で生じた課題を今回の事例に生かす必要性などについて質疑やご意見がありました。次に、氏名の振り仮名法制化に伴うシステム改修に関しては、戸籍の不評及び住民票等における現状の振り仮名の取り扱い、振り仮名の確認にかかる手順、後に市民が不利益を被らないために、振り仮名の確認通知に回答してもらえるよう、丁寧に周知する必要性などについて質疑やご意見がありました。次に、仮称、子ども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業に関しては、本制度の趣旨が現場に伝わるよう発信する必要性、試行実施を行うにあたっての懸念事項や検証内容、安易でスポット的な保育ではなく、現在の一時預かり事業を充実させるべきとの指摘、預かる子どもの健康状況の状態等の個人情報を施設が把握するとの重要性、令和8年度の本格実施に向けて、試行実施で得られた情報を国と共有する必要性などについて質疑やご意見がありました。次に、高等学校 DX 加速化推進事業に関しては、他都市の先進的な取り組みを共有し、本市独自の取り組みとして発展させる考え、情報流出を防ぐためのハイレベルなセキュリティ対策の必要性、京都経済を支える人材育成に係る本事業の重要性、成長するデジタル分野の担い手育成につなげるよう取り組む必要性などについて質疑やご意見がありました。次に、農業高温対策支援事業に関しては、年々加速する気温上昇を見据え、長期的な視点で高温対策に取り組む必要性、温度を下げる対策
ではなく、暑さに強い品種への改良を支援対象とする考え、申請窓口の設置場所及びデジタル弱者にも配慮した申請方法とする必要性などについて質疑やご意見がありました。次に中央市場施設再整備事業に関しては、整備による効果をしっかりとアピールし、事業者負担を増やさず働きやすく環境づくりや取引量及び新規参入事業者の増加につなげる必要性、京都府によるさらなる支援強化の必要性に対する見解、地域全体の発展に資するよう余剰地の活用を行う必要性、余剰地の活用にあたっては安易な民間への売却ではなく、市場を活性化させて仲卸業者の負担軽減につながるよう検討すべきとの指摘などについて質疑やご意見がありました。次に今年度の事業推進のための基金積立金等についてであります。まず国民健康保険料引き上げ抑制への臨時支援に関しては、法改正による影響を予見できなかったことへの疑問、国に対して医療費抑制策の充実や国民健康保険制度の抜本的な見直しをしっかりと求める必要性などについての質疑やご意見がありました。次に市営住宅跡地売却益の積立基金積立に関しては、市営住宅基金の活用範囲、児童館等の設置要望があるにもかかわらず、市民の財産である市営住宅跡地を民間事業者への売却ありきとする活用方針は撤回すべきとの指摘、税収増につながることなど、跡地等の活用事業の効果を説明して市民理解を得る必要性などについて質疑やご意見がありました。そのほか財政調整基金への積み立てに関して、職員退職手当の減額分と同額を積み立てる理由、税収の上振れ分を財政調整基金への積み立てではなく市民の暮らしの支援に充てるべきであるとの指摘などについて質疑やご意見がありました。次に社会福祉関連経費の過不足調整等についてであります。まず敬老乗車証、敬老バス回数券については、制度を分かりやすく積極的に周知する必要性、敬老バス回数券が敬老乗車証のような市民のニーズを満たすものとなっていないとの指摘、制度見直し後の検証等を含めた今後の取り組み予定などについて質疑やご意見があったほか、新型コロナワクチン接種の委託事業者が不正請求で得た利益の使途や親会社の関与等を明らかにする必要性などについて質疑やご意見がありました。次に障害者相談支援事業における消費税額分補填に関しては、本事業への消費税課税に対する認識、国への要望にかかる具体的内容及び他都市とも連携して対応する必要性などについて質疑やご意見がありました。このほか障害児施設給付費にかかる予算を増額補正する理由、クリーンセンター売電収入のさらなる増加に向けた取り組みなどについて質疑やご意見がありました。次に繰越免許費補正については、新調査整備事業に関わる民間ビル賃料の負担解消に向けた取り組み状況及び活用可能な本市所管の建物、京都コンサートホールパイプオルガン改修で必要な部品の調達に要する期間を見越して維持管理を行う必要性、本市施策に対する全国道路、街路、交通情勢調査結果の活用方法、公園樹木の管理など地域住民と一緒に事業を進める必要性などについて質疑やご意見がありました。以上のほか、令和6年度能登半島地震の被災地及び被災者支援に関しては、被災地での支援活動における課題及び今後の支援活動の見込み、災害対応の観点から職員削減方針は抜本的に改めるべきとの指摘、今回の支援活動の経験を共有し、今後の対策に生かす必要性などについて質疑やご意見がありました。概略、以上のような審査の後、さらに各会派等においてご検討いただき、その結果を6日の委員会でご発表いただきましたところ、次のとおりでありました。すなわち自民党、維新、京都、国民、公明党、民主市民フォーラムの各議員団及び無所属の4名の委員はいずれも原案に賛成する。その上で自民党議員団は
議第156号に1個の付帯決議を付す。共産党議員団は議第160号については反対し、その他の議案についてはいずれも原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに表決を取りましたところ、ただいまお手元に配布してあります委員会報告書のとおり、議第160号については多数をもって、残余の議案4件については全会一致をもって、いずれも原案のとおり、可決すべきものと決定した次第であります。引き続きまして、付帯決議の調整を行いました結果、議第156号に1個の付帯決議を付すことに決定した次第であります。以下、付帯決議を申し上げます。議第156号に対する付帯決議、障害者相談支援事業における消費税額の補填については、国の通達漏れなど、国や本市の認識の不足が原因であり、受託法人に過失はない。よって、本事案において、受託法人に新たな負担がかからないよう、誠心誠意取り組むこと。また、本事案は本市だけの問題ではなく、多くの自治体に関連することである。よって、この根拠や理由を十分整理した上で、他都市と緊密な連携のもと、その解決に取り組むこと。特に同様の事案が発生している14の政令指定都市で連携することはもちろん、その他の6市とも協力し、政令指定都市全体の取り組みとすること。以上であります。これをもちまして、委員長報告を終わります。これより討論を行います。発言の通告がありますので、これを許します。山本陽子議員。山本議員。日本共産党市会議員団は、議第156号令和5年度一般会計補正予算に賛成していますので、議員団を代表し、理由を述べ討論します。まず、物価高による負担増を踏まえた京都市暮らし応援給付金8億8000万円や、障害者相談支援事業について、本市の負担で消費税未合分を訴求し補填する2億6800万円、さらに子ども医療費支給事業について、受診件数の増加等により、不足分を補填する6億4000万円、また、国民健康保険法の改正に伴う京都府への納付金増額分に対し、保険料引上げ抑制を行うための臨時支援として行う基金への23億円の積み立てなど、市民の暮らしを下支えするために必要であることから賛成いたします。以下は4つの問題点を述べておきます。まず、国の子ども未来戦略で提案されている子ども誰でも通園制度の本格実施を見据えた試行的事業6300万円については、1ヶ月10時間以内で細切れのスポット保育が予定されていますが、乳幼児の発達特性などに配慮しておらず問題です。また、保護者負担子ども1人1時間300円、委託料は子ども1人当たり1時間850円など、利用実績に応じた支給で、保育士確保や処遇の保障に問題があることも明らかになりました。さらに、審議の中で子どもの安全に関わる情報把握が不十分ということも指摘され、事故のリスクも大きいことが明らかになりました。京都市の責任は、一時預かり保育に準ずると述べられましたが、本件試行的事業については、一時預かり保育同様委託事業ですが、全国的制度として本格実施されれば、委託を外れ、利用者と施設の直接契約になることが予定されています。子どもにとって重大な問題がある制度であり、実施すべきではありません。もちろん、保育園に通っていない家庭への支援は重要であり、
むしろ現在59箇所で実施されている一時預かり保育を拡大し充実させるべきです。2つ目に、三宅第二市営住宅跡地、山花北市営住宅跡地、楽市児童館跡地の売却益の基金積立4億8000万円は跡地活用を市民の意見を聞かずに進めており重大です。公営住宅を増やすことこそ必要であり、売却ありきの姿勢は問題です。3つ目に、氏名の振り仮名法制化に伴うシステム改修費9900万円については、元となる法案の一部改正で、マイナンバーカードおよび署名用電子署名書でも、氏名の振り仮名の記載記録が定められており、官民問わずさまざまなサービスにおいて、本人確認事項として登録が可能になることが説明されています。マイナンバーカードの情報連携の拡大で、紐付けた個人情報流出の危険が高まる懸念を指摘しておきます。最後に、国民健康保険については、都道府県化によって、令和7年度から保険料の大幅値上げが現実味を増しており、当局は令和7年度以降については、保険料の引き上げを検討せざるを得ない状況が見込まれるとしていますが、構造的に低所得者が大半を占める被保険者にさらなる負担を求めることはあってはなりません。何としても値上げは阻止するとの断固たる立場に立つことが必要です。以上、子ども誰でも通園制度、氏名の振り仮名法制化、国民健康保険について、国言いなりでは取り返しのつかないことになる問題があることを指摘し、市として責任を持って検討し声を上げるべきことを求め討論とします。ご清聴ありがとうございました。これをもって討論を終結いたします。これより評決を取ります。まず議題165を評決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。次に残余の議案4件を一括評決に付します。本案は委員長報告のとおり、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。次に、ただいま議決いたしました議案に対する付帯決議についてお諮りいたします。本件は委員長報告のとおり、議第156号に1個の付帯決議を付すことにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員長報告のとおり決します。日程第37、議第179号、控訴の提起についてを議題といたします。総務消防委員長の報告を求めます。総務消防委員長、田中貴則議員。本委員会に付託されました議第179号、控訴の提起について、審査の過程において論議されました主な事項とその結果をご報告申し上げます。本委員会といたしましては、3月5日の本会議において付託を受け、同日、総合企画局に対し質疑を行った次第であります。本議案については、理事者から、本式は平成28年1月に株式会社システムズとの間で、大型汎用コンピューターのオープン化にかかる一括処理システムの設計、開発等の業務を行う契約を締結したが、契約で定められた複式系システムの稼働予定日までに、本件システムを稼働させることができなかったため、本件契約を解除し、その後、同社に対し、本件契約に基づき、本市が支払った契約代金の返還および履行が遅延したことにより、本市が被った損害の賠償を求めたが、これに応じようとしないため、平成30年2月に訴えを提起した。また、相手方も本市が訴えを提起する前に、作業代金の支払いを求める訴えと、契約範囲外の作業を行った分の
作業報酬を求める訴えを提起している。この度本年2月29日に判決の言い渡しがあったが、開発遅延の奇跡性について同社と本市とでそれぞれ5割とし、この責任割合に基づいて本市の請求額を減額するなど本市の主張が認められていない部分があり、改めて上級審の判断を求めるため控訴を提起しようとするものであるとの説明がありました。これに対しオープン化事業に関して多額の損失が生じていることに対する受け止め、オープン化事業の損失額が最大約99億円であるにもかかわらず、相手方への請求額を約36億円に設定した理由、本市と相手方の奇跡性が5割ずつと判断されたにもかかわらず、開発の遅延、中断による損害賠償金の一部が2割しか認められなかった理由及びその受け止め、これまでに要した訴訟費用及び控訴にあたって新たにかかる訴訟費用の見込み、控訴不審に向けた弁護団体制の見通し、控訴をすることで地裁の判決を覆せる見込み、責任割合の根拠など今回の判決で不明瞭な部分を今後控訴審で明らかにできるよう望む必要性などについて質疑やご意見がありました。概略以上のような審査の後、さらに各会派においてご検討いただき、その結果6日の委員会でご発表いただいたところ次のとおりでありました。すなわち自民党、維新、京都国民、共産党、公明党の各議員団は原案に賛成するとのことでありました。そこで直ちに評決を取りましたところ、ただいまお手元に配布してあります委員会報告書のとおり、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。以上であります。これをもちまして委員長報告を終わります。これより評決を取ります。本案は委員長報告のとおり原案のとおり可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決されました。本日はこれをもって散会いたします。司会、説明委員及び傍聴されている方々は本会議が終わりましたのでご退席願います。引き続きましてこれより予算特別委員会を開きますので、委員の方々はこのまま議場にお残り願います。